どうも、菅田一です。ということで、今回の企画はですね、チャンネル登録者数40万人達成大感謝イベント第1弾と申しまして、大プレゼント企画発表していきたいと思います。ありがとうございます。ハンズゴルフクラブさんの施設をお借りしてるんですけど、この半径多分200メートルくらい誰もいない森の中で今撮影しております。皆さんにですね、このゴルフ用品、素晴らしいゴルフ用品をプレゼントさせていただくという企画になってございます。まずは商品の方発表いたしまして、動画の最後の方にですね、プレゼントの応募方法を発表していきたいと思います。早速ちょっとここにパッと今ちょっと並んでますけど、開けていきたいと思います。さあ、こちらまずはテイラーメイド様より提供していただきました。開けていきたいと思います。お、これは例のパターでございます。ちょっと開けていきたいと思います。パターですね。このヘッドカバーの形からして、あ、これ最新のパターじゃないですか。スパイダー GT、 ちょっと暗いですね。スパイダー GT、34インチのパターでございます。スーパーストロークグリップ入ってます。これは今トーナメントプロも使ってる方何人かいる人気のパター。ネックの部分、このプロが気に入ってるやつですね。この感性が出やすい気がします。私もこのネック大好きですが、こちらスパイダー GT、 1名様テーラーメイド様より提供いただきました。ありがとうございます。ということで、じゃんじゃん開けていきたいと思います。はい、続きまして、こちらはキャロウェイゴルフ様より提供いただきました。箱の大きさからしてちょっとパターっぽい。じゃじゃん、袋にね入ってますが、ちょっとお時間かかります。こういうのね、焦っちゃいけない。焦ると時間かかる、逆に。あ、ちょっと焦った。 OK、 イレブン、オデッセイイレブンパターの、お、これめちゃくちゃいいやつ。2ボール、このシャフトもストロークラボっていうカーボンシャフトが途中で入っている。長さはこれは34インチのパターです。こちら1名様ですね。オデッセイのイレブンパター、ありがとうございます。パターが2本目でございます。じゃじゃん、マスダゴルフ様より提供いただきました。これはパターですね。これはまさかのオリジナルカラーじゃないですか。わかりますか。パターです。ピンタイプ、ブレードタイプっていうんでしょうか。マスダゴルフ様に提供いただいたパターなんですけど、多分オリジナルのカラー、この水色のドットに青いグリップ、そしてこの水色の同じこのドット、ここにね、ここにも水色があって、ここにも水色。まあめちゃくちゃかっこいいんですけど、これ僕が使いたいぐらい。これは世界に1本じゃないですか。おそらくオリジナルで作っていただきましたパターでございます。ありがとうございます。そしてこちら、こちらはロマロ様より提供いただきました。ありがとうございます。お、これはめちゃくちゃ可愛いカートバッグです。ロマノのカートバッグ、ちょっと薄いピンク色、ものすごく可愛いですよ。形もいいし、裏はこんな感じです。高級バッグですね。高級ブランドバッグ。これ色違いですね。黒のこんな感じです。黒のカートバッグ、ありがとうございます。2つ提供いただきました。ありがとうございます。まだもう一つですね、ロマロさん、大きい箱がありまして。おー、これすごい、めちゃくちゃでかい。じゃじゃん、キャディバッグです。青いキャディバッグ、めっちゃかっこよくないですか。これエナメル素材のツアーバッグですかね。かっこいいんですけど、これなんかポケットの形が新しい。ここ両サイド面白い形で、こっちに大きい窓もポケットもあります。めちゃくちゃしっかりしてる。なんかレーザー距離計とか入れられそうな。小物入れも入ってます。ツアーバッ
提供していただきましてありがとうございます。めちゃくちゃしっかりしてる。ということでまだまだありますよ。どんどん行きましょう。ピン様より提供いただきました。ほっ、これは2つ入ってます。バッグかな。あ、キャディバッグを入れるカバーですね、これは。違いました。全然違いました。あの、ボストンバッグです。すごい、あの、コンパクトにめちゃくちゃなってました。すごく、サイズが大きい。使わないときは、すごいコンパクトにしまって、畳めます。なんか丸、この両サイドにチャックがついてて、大容量入りますよ、これは。これの、色違いですね。これが今、大きくしたバージョンで、これが今、大きくしてないバージョンですね。こんな感じです。色違いの、この薄い抹茶色というか。で、こっちはネイビーと白になりますね。2つ提供していただきました。ありがとうございます。あ、結構簡単にしまえる。はい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 、コンパクトになりました。ありがとうございます。続きましてこちらの箱、ダンロップさんから提供していただきましたスリクソン Z スターのダイヤモンドです。これは私が今期から使っているやつですね。 Z スターのシリーズ、今までは Z スターと XV って2種類だったんですけど、そのまあ中間的な存在になるんですかね。アイアンのですね、ショットにおけるスピン量が少し増えて、ミドルアイアンとかロングアイアンでグリーンをね捉えた際にボールがまあ止まりやすくなるっていう、まあ、星野陸也選手とか、海外の PGA ツアーの選手もまあ使っている感じです。フィーリングとしては個人的にはどっちかというとこう Z スター寄りの柔らかい感じなのかなと。でもまあ本当中間っていう感じですね。硬すぎず柔らかすぎずっていうので、ドライバーの飛距離も性能高いですし、まあ、アプローチスピンも問題ないですし、まあ、アイアンで私はあの優しいアイアンに変えたので止めやすくしたいなっていうので、この相性バッチリのね ZX5 のアイアンとこの Z スターダイヤモンドボールとの相性すごくいい感じが今しています。パッティングのね打感も良くて、これをですね5ダース入ってますね。5ダース、ありがとうございます。ダンロップ様より提供していただきました。そしてこれはラストになりますかね。ブリヂストンスポーツ様より提供いただきましたツアー B JGR ボールです。ありがとうございます。 JGR のボール結構あの潰して飛ばす、復元力で飛ばすって後ろに書いてあるんですけど、低スピン高初速、あの夏場とかのグリーンが柔らかい時はあの男子プロの方もそのやっぱ飛距離性能が高くてあの使ってるっていう去年聞いたことがあります、まあ、そしてあの飛距離性能だけじゃなくて全てのこうフィーリングにおいてもそのプロが納得するほど のフィーリング性能なので、まあ、飛距離がまあ出やすいですよっていうボールにはなるんですけども、あのツアーボールと遜色ないくらいの、まあ、スピンだとか打感とかのパフォーマンス、優れたボールということでございます。これは5ダース、ありがとうございます。商品が出揃いました。まあ、第1弾ということですからね、第2弾、3弾とかいろんなところも今企画しているんですが、今回のですね商品もう一回最初からまとめますと、まずテーラーメイド様より提供していただきましたこちらパターです。スパイダー GT という34インチのパターですね。そしてキャロウェイゴルフ様より提供していただきましたイレブンパター2ボールのねパターです、こちら。そして、マスダゴルフより提供していただきましたピンタイプのオリジナルのカラーデザインになっております、限定の1本パターでございます。パターがまず3本あります。こちらのピン様から提供いただきました、ボストンバッグのような形ですね。コンパクトに収納することができる2つのカラーでございます。そしてオマロ様より提供いただきましたこちらカートバッグ黒と水ピンクの2種類。そしてこちらもロマロ様から提供していただきましたツアーバッグ、かっこいいブルーでございます。ダンロップ様に提供していただきましたスリクソン Z スターのダイヤモンド、私もこれを使わせていただいております。そしてブリヂストンスポーツ様に提供していただきました JGR ツアー B の JGR
色は白になります。まあ、これは各1名様につき1ダースという感じですね。いやたくさんの商品提供していただきまして本当にありがとうございます。そしてですねこれを視聴者の皆様に、プレゼントさせていただくということなんですけども、応募方法です。これはですねいろいろ、どういった方法がいいかなと悩んだんですけども、去年もこの大プレゼント企画をやらせていただいた時に、はがきで募集をしてライブ配信でそのはがきを引くというね、今の時代にはちょっと逆行したアナログな形でやらせていただきましたが、今回もですねはがきで、抽選を行いたいと思います。ちょっと一苦労ねおかけしてしまって本当に申し訳ないんですが、まあ、その形が一番まあいいのかなというところで、ライブ配信でその皆さんからいただきましたハガキをですね、こう抽選で引きまして、その私が引いた方に、まあ、プレゼントしていこうと思います。応募方法はですねそのハガキ1人1枚になります。1家族1枚じゃなくていいんですけど1人1枚でお願いをしたいと思います。去年もですね募集した際に、1人で50枚近くですね書いていただいて送っていただいた、すごいありがたいことなんですけど、たくさん送っていただいた方がいるんですけども1人1枚までということで、2枚以上送ってきてしまった場合にはちょっと両方とも無効になりますのでご注意ください。全部で、18点ございます。これをですね抽選で、はがきで、当選当たった方に送らせていただきますので、欲しい商品を、そのハガキにね書いてください。そして、送り先の住所になりますがこちらです。あと概要欄の方にも、出しておきますので、プルーフコーポレーションの事務所の方まで送ってください。8月のですね22日必着になります。応募の締め切りですね8月22日までに、こちらの住所に届くように送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。いただきましたはがきの個人情報等は二次転用いたしませんのでご安心ください。この夏暑い夏厳しい夏が続いておりますが、もう私もちょっと体調崩して少しばかり痩せましたがちょっとずつ体力をねまた戻して頑張っていきたいと思います。皆さんも体調の方を気をつけてお過ごしくださいませ。ありがとうございました。